葛飾北斎、富岳十六系東海道品川御殿山の富士、東海道に面した御殿山には、17世紀に将軍家の品川御殿が置かれた御殿及び御茶屋とは、江戸時代将軍が江戸近郊に外出する際に利用するため、各地に設置された施設である。御殿、御茶屋とは、江戸時代将軍自身が旅行や外出の際、休泊するために、 木内以外に設けた施設である。宿泊用としたものが五点、小規模なものは五茶屋と呼ばれた。南関東では五点、五茶屋の別はむね明瞭であるが、美野、大美等では五茶屋五点と称され、区別が曖昧である。その他、南関東以外では、寸瑞西京都に至る路線沿線と北関東に分布し、幕府に習って大名が設置した五点、 御茶屋がある。目的ご点ん、ご茶屋を設置、利用する目的は、旅行用とレクリエーション用に大別される。上落、駿府往復、日光社さ山などの旅行での利用があり、江戸一京都、日光館の各経路沿いに設置された。一方で高狩りなどのレクリエーションで、ご点ん、ご茶屋に休泊した。徳川家光の時期では、ほとんどが日帰りの休憩所として利用され、 江戸城より1 5トル圏に配置されていたが、徳川家康の時期には、東は東金五点、北は忍と5 0トル圏にまで達し、何日も滞在して実施したことがあった。また、家康は高刈りを名目に、民情視察、土豪の怪獣、必要な入れ物の非公式陰権等政治上の意図があったという、記録五点、御茶屋の記録は国江図で確認できる。 国江図とは、江戸幕府が諸大名に命じて作成させた国ごとの地図であり、昇法元年の命下によるものを昇法国江図、元六九年の命下によるものを元六国江図と称した。五点、五茶屋の記録は昇法国江図で多数確認できるが、元六国江図では五点の数が少なくなり、記載がないか五点後となっているという。廃棄五点、 御茶屋廃棄には主要な理由としていくつか挙げられている。例えば、家康死去により寸法往復の幕政の基礎が固まり、上落の必要がなくなったこと、信仰上の理由から綱吉から、高がりが行われなくなったこと、幕府の財政が窮屈になり、御殿御茶屋の維持が困難になったこと等がある。幕府の財政が窮屈となった背景には、 明暦三年の明暦の大化による江戸城の再建があり、それに伴い、中原御殿、越谷御殿等を廃止、江戸城に移築したことが挙げられる。幕府の財政が窮屈であったことは、大島の二郎が江戸城の再築に多額の費用を要し、日光社産に支出が容易でなかったことによって論証されている。東海道、中原街道筋の御殿。 ご茶屋場所が、豊島郡、時期は、徳川家用の時期。廃止は明治維新時、吉宗、家成などが、居有に利用されたという。設置が、江原郡、時期は、徳川家康に国の後で、元禄15年に廃止された。家康、家光が、居有に利用されたという。商法国絵図では、5点、元禄国絵図には、5点後と記録されている。相模国小田原。 玄長年廃棄荏原郡不入戸村、教皇十一年鈴ヶ森八万境内にあったという。神奈川塾、漢分年間頃あったという相模国藤沢宿、平塚村長山相模国中原村、稲毛良小杉村、稲毛御殿、御茶屋御殿とも、小石川、小石川御殿とも元建、元縦林綱吉別邸、聖徳三年廃棄屋立軍石都宿浦和塾は、 幕府直轄領であった。徳川将軍家の高狩りの旧白書は、画名で、御殿と呼ばれたものであるが、当時の浦和塾の中心地であった時は町には、早期の御殿である浦和御殿が設けられた。このことが浦和塾の起こりとされている。それ以前は、長神社や玉造院の門前町として栄えていた。しかし、近隣の高野塾で、文禄二年に、 河野巣御殿が建設された後の慶長16年頃には、施設は廃止され、以後は幕府直営のお林として管理されるようになった。文禄二年には、家康、秀忠、家光の徳川将軍三代が高刈りに来て、超統流するための河野巣御殿が建てられた。この御殿は、寛永八年を最後に利用は途絶え、明暦三年に、明暦の大化が起きると、 江戸城再建のための資材として解体されたとも、元禄年間に老朽化のため取り壊されたとも言われている。その後、御殿跡には当地を治めていた小池氏の子孫により、当商軍が建立された。牛込武蔵区に甲州街道府中塾に、所在、1590年建て、1646年、消失、府中市本町にある御殿山と呼ばれる。 富士山が見える景勝地の御殿で発掘されたのは1646年に消失したもの。徳川家康、徳川秀忠、徳川家光が高がり、あゆ漁をした際に休憩や宿泊をしたという御殿跡を発掘し、御殿跡は国の史跡に追加指定した。茶屋としても使用されたもので、水を汲む御殿坂を通り玉川へ至る道は現在でも、 御茶屋街道と呼ばれている。王子村、板橋御殿ともいった、浅草、元六年間頃、浅草観音堂背後にあったという木母寺内、天那六年頃、廃棄千住八千寺背後、遠方八年廃棄。はじめ、家光の時に御茶屋が設けられ、後に、家綱日光社産に再始御殿として再建された、足立郡六月村、 関英年間廃屋立軍と二里村、関英年間廃越谷五殿は、慶長9年に徳川家康によって設けられたが、明暦の大化により江戸城が消失したことに伴い、解体され、明暦3年に廃止された。その跡地は、越谷四五店町である。越谷五殿は、現在の越谷市造林にあった御茶屋五殿を、現在の越谷四五店町に移築され、 腰谷御殿と称した。この辺りは、元荒川沿いの低地地帯で、昔は、野鳥が多く、徳川家康や徳川秀忠もしばしばこの御殿に、宿泊し、民情視察を兼ねて、高刈りを重ねていた。しかし、明暦3年に1月18日から1月20日の、明暦の大化により江戸城が消失したために、この御殿を解体し、江戸城の再建に利用され、 江戸城二の丸に移された。一帯は一部を除き、二十歳として開発されたが、御殿の名はその地名として残り、住居表示施行の際に、御殿町として地名が現在に残っている。武蔵区に葛飾郡栗橋宿今市塾には、官営9年までに御殿が設けられ、漢文5年に化し、漢法2年に消失した。乳来寺の寺院境内にあり、三門とは別に、 五殿専用のおなり門が設けられていた。今市五殿は徳川美希によると徳川秀忠の源羅八年、寛永五年、家光の寛永期から慶安元年、家綱の慶安二年で日光社産の旧白地として利用された。今市五殿は寛永九年までに如来寺境内に設けた。この年は家康の十七回期で、それまでに日光社産は 数回行われていたが、まだ専用の休泊施設はない。官営9年、官文5年の間、いまいち御殿は利用された。御殿の維持、修繕は幕府が行い、官営11年、13年、17年、慶安元年、2年、5回の修復されている。官文5年には、御殿を、如来寺に貸し、官邦2年御殿が消失したが、御殿の再建はされなかった。 官方2年以降、日光社さんが2回行われているが、如来寺で休憩したという。足立郡川口塾、官営年間廃棄小菅村、官方元年に消失青戸村、笠西新宿村、下宇佐国船橋塾、原船橋東昇旧跡周辺和佐国土器宿、官営元年廃棄数佐国二佐崎金、1613年に、設置、官営元年廃棄、 現在、千葉県立東金高等学校。尾張徳川家の御殿の一つ。上海道小牧宿にあった。滋賀県には小堀園州が建てたお茶屋が4つある。甲賀市口町安市、長原東大見市の戸川町舞原市、柏原。ありがとうございます。